さあみんな集まって、キジフゲルシの世界始まるよー。ということでね、皆さんこんにちは、お元気ですか？最近さ、ちゃんと言われてた極楽女王とかさ、この忙しくない時間を縫って見てね。でこの間やっぱりライブやったんだけどさ、ライブやっぱりね、その画面が映せないんだよ。俺いろんな結構画面は用意したんだけど、その画面と一緒に話すことができないっていうね。でも画面出たとしたら、今度は皆さんのコメントが読めないっていうようなね、状態でね、もうこれ八方塞がりだね。だからライブは画面流さないで、今後ともやります。皆さんのコメントだけ、今のところ読んでやってるのでね。結構ね、もう常にね、70人から80人ぐらいの人が見てくれててさ、こんな内容で。ね、本当にありがたいんだよね。でもね、逆に言うと、90人から上って行かないのよ。行ったなと思ったらすぐね、みんないなくなっちゃうの。多分あれ、どっかでライブしてるっていう、見つけた女子とか、若い子なんだろうね。若い子こそ、こういうね、プロレスの本当の見方っていうのをね、若い子にこそ伝えたいっていう気はするんですけどもね。見てくれた皆さんもありがとう。これからもね、どんどんやっていきますので、見てやってくださいね。では今日も行ってみましょう。オープニング今日のヤフー知恵袋ね。誰がヤフー知恵をくるとか言ってんだね。ヤフー知恵袋ですよ。決してね、まあいいや。はい、ということでね、今日も素晴らしい質問がね、結構あったから、ちょっと見ていきたいと思います。はい、まずはね、この質問からです。この淵正信は完全におじいちゃんですか？これさね、これのどこが淵正信だよ。失礼だよ、淵に対して。ねえ、淵正信知らない人、プロレスファン、あるいは一般のファンもね、知ってますよね。淵正信って結構ね、こんなおじいちゃんと一緒にしてほしくないですよね。はい、じゃあ今の淵正信実際に見てみましょうか。せーの、ドン。あれ？ちょっと待って。今のフチこんなになってんの？このおじいちゃん、フチ正信じゃないの？これひょっとしたら。ごめんなさいね。これ、ヤフー知恵送れ、ヤフー知恵袋の、ね、この質問者に対してちょっと失礼だったよ。俺の方がちょっと知恵が、ね、ちょっとあれしてたよ。ね。俺もアップデートしなきゃダメだな、知識。さあ、アップデートしよう。大好きなっていうね、フルーツジッパーのね。松本カレンちゃんっていうのが可愛いんですけれども、ね、フチ今、こんなになっちゃってるんですね。はい。ということでね、これは質問者が正しかったんです。それに対してどんな答えが来てるかというと、ベストアンサー。少なくてもばあさんではない。これがね、もうベストアンサーですよね。こういうね、もう、どうなんだろうね、このヤフー知恵袋。ね、まあね、皆さんもね、とね、見ていくといいと思うんですけども。こういうさ、なんていうのかな、ニックネームつける人、すごい、秀逸だよね。俺なんかちょっとあんまりつけらんなくてさ、うまくさ、猫犬、ランバルさんっていうね、回答者なんですけどもね、これ見てねえだろうな、まさかな。ね、はい、素敵な答えをありがとうございます。さあ、次もちょっと見ていってみましょうか。いや、いいですね、この質問。もうね、まさにね、この6行、7行の中に、もう、ヤフー知恵を口を言いて、でも言えない。はい、行きます。ライオネル・アスカって、神取忍さんの2番煎じだと思いませんか？最近極楽女王を見てそう。神取忍さんのキャラを明らかに真似ていると思います。どうですかって。もうさ、ごめんね、もう、別にいいんだけどな、いいんだけどさ、すごいよね、なんかここのさ、この7行の中に、全部詰まってるよね、この、書いてる人と、なんていうかな、もう目をつぶるとさ、書いてる人が必死にこう、やってるのが浮かんでくるんだよね。さあ、この渾身の知恵を、ちょっと知恵、対して、どんな回答を出しているのか、せーの、ドン！ここまでね、
もうね、ガチな質問だと、回答する方も、もうコートしか答えられないんだよね。ライオンネスアスカの方がはるかに先輩です。もう普通なの。カンドリシノブとライオンネスアスカでは、キャラが似ているように見えて、全く違うと思う。もう普通の回答をするしかないんだよね。ちょっと、ここは返せない。返したら何か、この渾身の質問に失礼だっていうようなね、そういう回答になってしまいますよね。ほら、ちょっと玄人っぽい質問だよ。大平博さん。これ本名じゃないの、実は。まあいいや、そんなことは。はい。83年のポール・オードルフと対比すると、藤波がリングアウト負け、長州が両者リングアウト引き分け、前田がスロイダーでフォール勝ち。三段論法で見ると、前田が一番強くて、長州藤波という序列になったと当時思いましたが、当時思ってたんですね、そんなこと。皆さんはどうでしたか？あ、まあそうだね、前田明、ポール・オンドーフにね、勝って、他の二人はポール・オンドーフにね、決着つけられなかったってことかな？お、これはどう思います、皆さん。さあ、回答です。このパターンがあるんですね。ね、質問者が知恵袋じゃなくて、回答者が知恵袋っていうね、そういう可能性があるんだ。勉強になるなぁ。さらにヘイスタックスはカナダ遠征でヘラクレスアヤラに負けてしまいました。そのアラヤラは、セントルイスでブルドッグボブ・ブラウンに敗れています。したがって、1983年、最強レスラーはブルドッグボブブラウンになりますね。こいつバカ。このチャンネルでも取り上げたんだけどね、以前ブルドッグボブブラウンって長州力が全日本プロレスでね戦ってんだよ、シングルマッチ。なんでこの人当てられたのっていうようなあれでね、ブレンバスターかなんかでホール負けしてんだよね、長州力にね。多分この話の4年後ぐらいだから、ね、もうそっから見てもね、かなりね、ボブ・ブラウン、ちょっとね、小さくてね、長州力と同じような体型はしてたんですよね。はい、さらに見てください。ね、翌年来日のブラウンは、タッグマッチとはいえ、ウルトラセブンに、ホール勝ち、最強ぶりを示しました。ウルトラセブンに。関係ねえだろ、高杉。ね、83年から84年の最強はボブ・ブラウンであったと言っても過言ではないでしょう。もうさ、知恵を、あれがさ、もう交差してもうめちゃくちゃになってんでね、挙句の果てにはさ、前年の前戦期のセブンだったら勝っていたかもしれませんね、とか言ってさ、もう来ちゃう。質問者のお礼コメント。もしウルトラブルーンセブンがブルドッグボブブラウンに勝っていれば、三段論法で、五段論法でウルトラセブンが最強ということになっていましたね。一番まともなのがね、なんとこれ AI の回答です。もうね、人間は AI に負けたってことですよ。ね。1983年のポール・オンドールフの、試合結果と選手の序列について、藤波はリングアウト負け、ね、長州がリングアウトで引き分け、前田はフォール勝ちした。しかし、結果ではなくてその後の活躍や人気、実力などを総合して、ね、勘案する必要があります。やっぱね、知恵が、おかれた人間と AI では、AI の方が賢いということが、このね、一連の流れから皆さん分かってくれたでしょうか？でもね、でもだよ。分からない。本当はブルドッグボブ・ブラウン、最強。そして、高杉正彦。まあね、これ言っちゃうけど、ウルトラセブンの中の人だから、最強。その可能性っていうのは、あるはずだよ。あるかもしんない。だって前田明とさ、高杉やってないじゃん、実際に。試合やったら、高杉が、雑な技の数々で、ね、前田明をやっつけてしまうかもしれないよ。ヒップアタックとかで。え？俺もひょっとしたら、ヤフー知恵、くれなのかもしれない、俺も。ね。それでもいいかもしれないな、面白いから。さあ、もうね、8分も経っちゃったよ。9分か。もうね、プロレス見よ。プロレス行くよ。はい、全日本プロレス。
地方会場で見つけた名勝負。いきなりしょっぱいよ。歌舞伎のヌンチャクみたいなことを出ました。ビッグブバです。痩せたビッグブバが、なんかおまわりさんの格好して出てきてます。そして対戦相手は、出ました。殺人魚雷コンビ。なんとね、殺人魚雷コンビにビッグブバって言ったらね、しょっぱくて有名だよね。それとなんと組んでるのはジョニースミス。ちょっと中堅どころのイメージがあるんですけれども、ジョニースミスはめちゃくちゃ動きが良くて、さらになんていうのかな、キレはないんだよ。ピリッとしたキレはないんだけども、こう、まあ、ミサワの時によく言うんだけど、流れるような何か綺麗さがあるな。あとね、技が丁寧なんですね、ジョニースミスって。そして、あっと驚くような意外性を持っています。テリー・ゴディ相手に一歩も引かないんですよね。さあ、早速注目です。これね、受けるゴディもお見事、攻めるね、ジョニー・スミスもお見事です。無駄がないんだよね。すごい綺麗な流れるような動き、この二人。でかい二人がやってる動きだからね、お客さん喜びます。さあ、よく聞いてください。田舎ならではのお客さんです。ジョニー・スミスとジョニー・エースを間違ってしまうっていうね、可愛い田舎っぺですよね。さあ、そしてね、あんな派手なね、攻防があった後は、こういう風になんかクラシカルなレスリングで時間を稼げるんですよね。しかもそれが結構美しいから、雑さがないから、すごい心地いい時間になるわけですよ。で、ジョニー・スミスは、こんな風にね、スティーブ・ウィリアムスにちょっかいを出したりして、すごいなんかこう、普通じゃないっていうか、いろいろ意外なところを見せてくれる。この選手のものすごいいいとこなんですね。基礎ができてて意外性もあるって、最高じゃないですか。それがジョニー・スミスなんですよね。抜群の心地よい戦いを提供してくれて、ビッグブバにタッチです。すごいしょっぱい試合してたの覚えてるんだけどさ。ね、このブバ見てください。場外に出されて、素早いこの、ね、動き。そして、ね、ウィリアムスを蹴るわ、殴るわで大活躍。そして何より、ウィリアムスより大きいんだよ、上背が。このド迫力とスピードのある攻防に、もうお客さんが受けるんですよね。ビッグブバって言ったらもうしょっぱいの代名詞みたいだったのね。そしてね、まぁ、ちょっとしょっぱい二人の攻防なんですけども、いいですよね。このヘッドロックとバックドロップ。さすがに大きいブバは持ち上げられないだろうっていうところで、大注目です。これ半端ないぞ。ビッグブバってでかいんだぞ。そして体型もちょっと変わっているそのブバをなんと、ウィリアムス頭の上までリフトアップするんですよ。で、これに終わらずに見て、これをさらに持ち上げて投げる。
やばいです、ウィリアムスのナチュラルパワー。これ格闘技戦とかもさ、まあ、これででも、もう後年だからね、前世紀に出てたら、ウィリアムス意外と無双してたんじゃないかなって思う。この力、すごいよね。こんなの大会場でやってたんですかね、都会の。こんな田舎でこれを見られるっていうのは、ちょっと驚きですよね。本当に迫力のあるね、攻防で、お客さん湧くんですよ。ビッグババってこんないい選手だったっけ？でね、印象よりもね、テリー・ゴディアも受けるの上手いっていうところはね、分かってるんですけども、スティーブ・ウィリアムスも、なんか一生懸命こう受けてさ、正面から、これね、もう本当にぶつかり合い、ものすごいいい試合になってるんですよね。見てください。これ画面越しに見ても、テリーゴディ、そしてビッグブバ、相当大きいのがわかります。そしてそのビッグブバとテリーゴディがこんなね、ヘッドロックからの攻防がこの日多いんですよ。もうほとんど全部だと思います。ヘッドロックにまず取って、そっから何か動くっていう攻防が多いんですけれども、これがまた盛り上がるんですよね。無駄な動きがないというかね、もちろん休んでる時間っていうのも大事なんで、それ休んではいるんですよ。そしてこの、今も見ました？このレッグドロップ。綺麗だよね。的確に当ててますよね。この試合、本当に技の一つ一つが的確なんです。どの選手も。さあ、そしてウィリアムスの得意技出ますよね。場外といえばウィリアムスのこれです。なんかね、すごい行儀よくプロレスを楽しんでるっていう感じがして、僕このお客さんがなんかね、やけに目に入ったの。プロダの鏡みたいな人だよね。でもちゃんとね、これやったら座るんだよね。とてもいいね。こういうお客さんになってほしいなと思いながら僕、なんとなく今目に入っちゃいました。さあ、ゴディ、迫力満点のローキック3連発でスミスを倒します。さらにウィリアムスも同じような感じでスミスを倒して、これえぐい逆エビ固めに入るんですけれども、スティーブ・ウィリアムスもビッグ・ブバもプロレスをすごいこの日楽しんでるなっていうような動きです。スミスを起き上がらせて、この起き上がりこぼしラリアット。ね、ちょっと大きいスミスにやるのはどうかなっていうところなんですよね。ここはスミス、返します。そしてブバにタッチします。はい、ブバ本来のしょっぱいとこが出ましたね。見て、ウィリアムスも、ここキャッチしたかったんでね、それ無理やりキャッチして、で、これもタイミング、なんか一歩置かないで円錐切り、これがちょっと強烈だったんでね、顔面に当たってしまいましたね。理屈なく純粋に考えてみてください。2メーター超えの男がさ、こうやって飛んでくるんだよ。ウィリアムスもちょっとも避けずにしっかり受けています。お客さん盛り上がります。ビッグブバもっともたもたしてましたよね。でもね、この日のブバ全然違うんですよ。まずこれなんだっけ？これスパインバスターって言うんでしたっけ？ね、これでウィリアムスを叩きつけます。ウィリアムスもね、しっかり受けてるんですけども、テリーゴディの受け全く見てください。真後ろにストーンと倒れるこのね、受け身。お見事ですよね。さあ、この後のブバの動きに注目ですよ。
葉の身のこなしの俊敏さに注目です。これものすごい速いですよ。ジュニアの選手並みです。くるっと回ってさらに下をね、くるっと取っていく。この速さものすごいですよ。本当にジュニア並みです。2メーター超えなのに。これも声大にして言いたい。本当に技は的確です。さらにスティーブ・ウィリアムス、胸をぐっと張って、受けるわけですよ。スミスもハンドスプリングでまた立ち上がるっていうところね。この試合、大きさを大前提として、プロレスに大事なところ、全部備わった試合なんです。さらにこの重いウィリアムスをしっかりね、持ち上げる。完全に今持ち上げてますよね。勢いっていう感じじゃなくてね。さあ、注目です。ビッグロバってこんないい選手だったっけ？まずね、このね、大きなジョニー・スミス受け止めるのもまずすごいんだよ。そしてここで、素晴らしいですね。あ、そして今度こそ終わりですね。これね、ロープに振ったところを捕まって、ものすごい叩きつけられるんです。しかしこれもですね、返すんですよ。今度自力でジョニー・スミスが返します。そして殺人魚雷コンビのこのコンビネーション、いいですよね。で、バンバンテリー・ゴディ、いいね。かっこいいよね。さあ、そろそろゴディね、決めに入るんですかね。さあ、プロレスゲームとかでもよくあるこの技。すげえ魚雷ラリアット。しかも典型的な魚雷ラリアット。避ける隙を与えない。さらにね、腕のこのなんか柔らかく使ったこの魚雷ラリアット。綺麗だよね。最高の魚雷ラリアットです。ただ、これまたジョニー・スミス、自力で返します。何で決まるのって大体あれで決まるのかなっていうのはわかるんですけれども、もうちょっとお付き合いください。あんまり印象ないんだけどね、テリー・ゴディの喉輪落としが入りました。さあ、注目です。なんと、ビッグブバ、すごいカットでゴディにパワーボムを打たせません。さあ、注目です。もう会場にいた人がさ、100人が80人ぐらいは思うんだろうね。テリーゴディってバッカなのかなってこう見て、このショルダースルーでこんにちは。この激しい試合のこの展開で、このショルダースルーでこんにちははたまんないよね。テリーゴディの優しさなのかな。そっからまた展開してこういう技を出していく。テリーゴディ。ね、そしてそれを蹴り上げる、ね、ジョニー・エースも素晴らしいよね。これがプロレスなんだよね。さあ、さすがにフィニッシュでしょう。テリー・ゴディのこれパワーボムですね。ちょっと待って、これブバさ、入っちゃいけなかったんじゃないの、カット。はい、完全に持ち上げて、ね、かなり持ち上げて高くから落としました。ただあれ、ちょっとブバ、入ってきちゃったよ、僕ね。下の方でウィリアムス今、足引っ張ってきたのに、ブバ振りほどいて入ってきちゃいましたね。これテリーゴディの必殺技、これ予定外だったと思います。最後はね、しぶしぶ、ラリアットで、普通のラリアットで決めました。ね、さすがに、ね、今度はちゃんとブバを、スティーブ・ウィリアムスが、ケツを引っ張ってましたんでね。あれをすり抜けるにはね、もう脱皮成功しかないですね。ディック・マードックみたいにケツ出さなければいけないので、ビッグ・ブバもそれは恥ずかしかったんだと思います。ね、ゴディ・ウィリアムス、いい試合でしたよ。いい顔をして退場していきます。ね、ビッグブバーしてやったりですよ、この試合。お客さん盛り上がってますんでね。ジョニー・スミスとも息があった名コンビだったと思います。これで最強タッグ出てもいいぐらいですよね。
この試合ね、話題性とかはない試合です、全然。ねえ。だけれども、この試合見たときに、あ、これ動画にしなきゃなって、すぐ思いました。それぐらい、なんか役者は揃ってて、あと試合内容として、素晴らしいなと思った試合です。皆さんにぜひ共有したかったので、今日はやらせていただきました。ね、チャンネル登録と、なんだ、グッドボタンと、メンバーズ登録よろしくお願いしますね。メンバーズ12月の過ぎぐらいにね、いい思いさせることができると思いますんで、今もね、月に1本ぐらい目安に、動画出してますんでね、ぜひ見ていただければと思いますんで、よろしくお願いします。やるのか今日。やれるのかおい。今日は水曜日かっていうことでね。まあ別に、ね、エンディング、どうしようかな。今からちょっとやっぱり考えるはエンディングやるかどうかね。はい。ということで。あ、あと、そう。なんだっけ。ほら。ライブ配信ね。やりますんで、たまに。多分、次回やるとしたらね、明後日ぐらいやってみたいと思う。1日だから。ということで、よろしく。さよなら。